イースター島の巨大なモアイ像は絵文字ができるほどの人気者。この像自体に何の意味があるのかは何百年もの間謎に包まれたままですが、どうやって建てられここに運ばれたかは解明されつつあるようです。モアイ像は3つの部分から構成されています。それは大きな黄色い胴体、赤い帽子または曲げのようなもの、サンゴの光彩を持つ白い目、約1000体のモアイ像が作られています。ほとんどの像の本体はかつて火山だった場所で採石された火山凝灰岩で作られています。この素材は掘るのは簡単なのですが、運ぶのがそう簡単ではありません。そのためか300体以上の未完成のモアイが採石場で発見されています。残りのモアイ像はまるで地元の人たちを見守るかのように村に面した様々な場所に立っています。彫像は仰向けの状態で掘られたようです。その後、制作者は彫像を岩から切り離し、斜面の下に移動させ、垂直に立てて作業を終えました。それが終わると、今度はモアイ像を台まで運びます。引っ越しの経験がある人なら、それが肉体的にどれほど大変かわかりますよね。家屋の約半分、81.5 トンの重さの像を、車や近代的な道具なしで 5km 運ばなければいけないとしましょう。地元の人たちは独自の方法を発明したに違いありません。科学者たちはそれが何であるかを推測するために再現しようとしました。木製のソリでモアイ像のレプリカを引いて実験したこともあります。そのためにヤシの木が使われたのではと考えたのですが、この説は否定されました。これまでで最も成功したのはロープを引っ張ってモアイ像を立たせたまま道路で揺らすという実験です。ラパ・ノイに伝わる伝説では、モアイは採石場から歩いてきたとされているので、この方法が実際に取られたようにも思えます。もちろん、運ぶには良い道路が必要でした。20世紀初頭、研究者キャサリン・ラウトレッジは、イースター島には800年前の道路網があることを突き止めています。これは採石場から続く幅 4.5 メートル前後の小道からなっています。彼女はそれらの道は儀式用のもので、彫像のためだけに作られたものではないと考えました。当時、彼女は有名な科学者ではなかったので、その説は他の研究者にほぼ無視されます。数十年後、有名なノルウェーの冒険家で考古学者のトール・ヘイエルダールが自説を発表しました。彼は道路はモアイ像を運ぶためだけに作られ、いくつかの像は何らかの理由で道路沿いに落とされたと述べました。しかし2010年、研究者たちはモアイ像が無作為に落とされたのではないことを突き止めます。モアイ像はすべて実際に最終目的地に到達し、隠された台の上に置かれていたのです。さらに道路の床は U 字型だったので、巨大な彫像を道路に沿って引っ張るのは容易ではありませんでした。島内には現在も約 25km に及ぶこのような道路が残っており、衛星画像からも確認できます。キャサリン・ラウトレッジ氏が提唱した説の通り、道はおそらく聖なる火山への巡礼者のために作られたもので、その脇に立つモアイ像は道しるべのようなものだったのかもしれません。地球の裏側、イギリス南部にも石で作られた謎があります。巨大な音の錯覚か、団結の象徴か、埋葬地か、あるいはそれらを超えたものなのか、ストーンヘンジの目的について科学者たちは未だに議論を繰り広げています。新石器時代の建築家たちが約1500年かけて作り上げたこの美しい地には、約100個の石が円形に直立しています。毎年何百万人もの観光客がこの地を訪れますが、遺産保護団体はランドマークの近くを通る現代の道路に懸念を示しています。その近代的な道路も現在は草の背丈よりも低い場所に隠れています。考古学者たちはその下にもっと古い道路があるはずだと考えつつも、それほど期待はしていませんでした。しかしアスファルトの層を取り除いたところ、道路にほぼ垂直な2本の平行した溝があることが分かったのです。その溝は大通りの短くなった区間をつないでいたのですが、考古学者たちはそれをストーンヘンジへと続く古代の小道と呼んでいました。これは古代の人々がこのモニュメントを訪れ、おそらくは儀式を行っていたことを証明しています。乾燥した夏の間、もう一つの興味深い発見がありました。それはストーンサークル内に残された3つの乾いた跡。
これは3つの巨大な岩が残したもののようなのです。つまりストーンヘンジはかつて完全な円形であった可能性があるのです。2021年、考古学者がベネチアンラグーンに沈むローマ街道を発見しました。それが約1200メートルにわたってそこにあったという事実は、海面が上昇しこの地域が水没する前にローマ人がこの後に存在していたことを証明しています。紀元5世紀にベネツィアがこの地に築かれる何世紀も前に、ここに重要な集落があったという説を裏付けるものです。古代ローマ人は多くのことに長けていましたが、その一つが道路建設でした。しかも最も厄介な地形での道路建設作業も恐れていなかったようです。スキャンの結果、古代の道路はビーチのすぐそばに建設されたことが判明しています。これには高度な技術が必要となります。1000年以上前の村が時が止まったかのように姿を変えていないとしたら驚きますか？テーブルの上には食べかけの食べ物が残っており、私物も慌ただしそうに放置されているのです。この村は火山灰に覆われていたため、全てがよく保存されていました。研究者たちは2011年、現代のエルサルバドルでこの村を発見。彼らは1400年以上前にセレンと呼ばれるマヤの村で大規模な祭りがあったと考えています。近くの火山が噴火した時、村全体がそこで儀式のために本殿を準備中でした。200人超いた住民は家に戻る時間もありません。命を守るため彼らは広場から逃げ出し、サクベと呼ばれる高くなった道を南に走ったようです。彼らはなんとか火山灰の噴煙から逃れることができました。全ての人を逃がして命を救った以外にも、この道路にはもう一つ興味深い特徴がありました。全てのサクベの道は石で舗装されていたのですが、この道は灰でできていたのです。皮肉ですよね。マヤの人々が道路を作るのに使った材料は石だけではなかったことを証明しています。考古学者がエルサレムで古い道路を発掘していた時、数枚のコインを発見しました。鋳造年代を調べたところ、その道路がポンテオ・ピラトがローマ帝国のユダヤ総督だった時代に建設されたことが分かっています。彼は地元の支配者であったので、彼が道路建設の命令を下したことはほぼ明らか。巡礼者たちはおそらく礼拝のために神殿の丘へ行く際にこの道を使ったのでしょう。1万トン以上の石灰岩が敷かれたこの道は、ロンドンのバスの長さとほぼ同じ幅の8メートルありました。このような道が2000年前から存在していたのです。これほど立派な道はそうそうあるものではなく、ローマ総督がなぜこれほどまでに道路に金をかけたのかは定かではありません。町の住民に気に入られようとしたのかもしれません。またこれは彼にはお金も影響力もあったということを示す素晴らしい方法でもありました。オールドノーストレイルは、北アメリカ大陸の住民が1万年もの間利用してきた古代のハイウェイ。最初は徒歩で、次に犬を連れて、そして最後には馬に乗って。初期の旅行者は、最初のヨーロッパ人が到着するずっと以前から、そして最後の氷河期でさえも何万キロにもわたってこの小道を通り大陸を移動していました。彼らは交易品を運んだり、親戚を訪ねたり、結婚相手を探したり、あるいは単に探検したりするためにこの道を利用していました。研究者たちはこのトレイルにまつわるブラックフット族の物語や伝説が本物である証拠を発見し続けています。この道路が最も大規模な人類の移動の一つを担った道である可能性もあるんです。約1万5000年前にアジアからベーリングランドブリッジを渡って北米に定住した人々は、ロッキー山脈沿いの氷のない回廊を利用したのかもしれません。それはこのトレイルの一部となっています。中山道は江戸時代の17世紀、京都と東京を結ぶ街道として建設されました。全長 534km のこの街道は山脈を越え平野に下っています。中山道は大名やその一族が都へ向かうために利用した五街道の一つ。街道沿いには69の宿場があり、旅人はそこで宿泊することができました。日本人は荷車を使わなかったため、道は馬と歩行者のために作られています。街道の一部は今でも歩くことができますよ。